ラディスラフ・ドゥルホ氏は、チェコ東部モラビアスレスコ州フリーデクミステク軍、セレデナ出身の元スキージャンプ選手。1980年代中盤から1990年代に、かけチェコスロバキア及びチェコ代表として活躍した。1984年1月14日に地元、ハラコフで、スキージャンプワールドカップにデビューし4位となって、周囲を驚かせた。 サライボーオリンピック代表に抜擢され90メートル級で12位。続く1984年、ノルディックスキー世界選手権団体戦で、ブラディミール・ポドジメック、イジー・パルマ、パベル・プロッツともに、銅メダルを獲得した。オリンピック後のワールドカップでも3戦連続して、一桁順位に入り総合21位となった。1984から1985シーズンは、 シーズン前半不調で、1985年、ノルディックスキー世界選手権でも90メートル級33位に終わった。しかし2月9日に、札幌で自己最高位の2位となると、2月17日、エンゲルベルクでも3位、スキーフライング世界選手権で5位入賞と成績を伸ばした。1985から1986シーズンは1月25日に、札幌で、 自己最高位体の2位となるなど7試合で1桁順位に入り、総合でも自己最高位の10位となった。またスキーフライング世界選手権でも自己最高の4位となった。1987年、ノルディックスキー世界選手権では90メートル級29位、団体戦4位、70メートル級53位に終わり、ワールドカップ総合でも47位だった。 1988年カルガリーオリンピックでは 70m 級 90m 級とも14位、団体戦では4位、シーズン終盤は3試合で1桁順位に入り総合24位となった。1988から1989、シーズンもシーズン前半調子が上がらず、1月チェコのリベルツ、ハラコフで1桁順位となってから調子を上げた。1989年、 ノルディックスキー世界選手権では90メートル96位入賞団体戦ではイジーパルマ、マルチン・シュバゲルコ、パベル・プロッツと共に銅メダルを獲得したワールドカップ総合は12位だった1989から1990シーズン1月12日のハラコフで自己最高タイの2位となったが以降はなかなか良い成績が上げられなくなってきた1991年 ノルディックスキー世界選手権ではノーマルヒル26位、ラージヒル25位、団体戦5位。1992年アルベールビルオリンピックには出場できなかった。1993年にチェコ共和国とスロバキア共和国が独立。1994年リレハンメルオリンピックにチェコ代表として2大会ぶりに出場した。同大会スキージャンプ競技では ノーマルヒル2本目に進めず、ラージヒル30位、団体7位だった。1994年12月11日のプラニツァで14位になったのを最後にワールドカップへの出場はなく、1995から1996シーズンの終了後30歳で現役引退した。ありがとうございます。